先週やったね、部員、僕がこう何に申し込んだかみたいな、はい、匂わせありますよっていう話をしてたじゃないですか。してましたね。それのネタバラシをしようかなっていう。おうん、ということで今日も小町です。金梨和也です。違いのわからない男、本場です。たばらーたばらーあー。というか今日はですね、はい、ウィンの、はい、先週やったね、ウィン、僕がこう何に申し込んだかみたいな、はい、匂わせありますよっていう話をしたじゃないですか。してましたね。うん、まずはそれのネタバラシをしようかなっていう。うん、楽しみにしてた1週間。正解はですね、はい、僕が申し込んだ、うわぁ、コスモチェロの19よっ。父ゴルフェーブルね。そうそうそう、分かってましたよね。もうコメントももらってましたしね、普通に。はい、はい、まあ、オルフェの T シャツを着て喋ってたっていうね、ベタな、うん、ベタな匂わせ、今日はね。だから、T シャツね、おじさんの T シャツで着てます。おじさん T シャツ、ほんと面白いね。それいいなぁ。あのね、鹿児島の水族館で買ったんですけど、おじさんっていう魚いるじゃないですか。さすが血統好き。あ、それね、そういうことですよ。血統図がね、乗ってるという。すごい危険ですよね、それ。危険な、おじさん。はい。で、コスモチェロの19、僕申し込んだんですけど、はい、その、母がね、高齢がちょっと気になるなっていう話したら、うん、あのコメントをいただいてて、その母が高齢なことよりもこう6月生まれっていうことの方が気になるっていうね、そういうことだったじゃないですか。はい、はいはい、なのでちょっとこう調べてみましたよ。見てください、6月生まれの強い馬、ドン。まずね、6月1日生まれ、ローゼンカバリー、セントライト記念、AJCC アメリカジョッキークラブカップですね、日経賞目黒記念、中山の鬼かみたいなローゼンカバリーだったり、桜栄光をね、弥生賞を勝ってね、あの小島太がスローペースで逃げてね、2分1秒台のちょっと遅い決着、上がり3ハロー36秒0で逃げ切ったという20世紀だなっていうレースですね、あれはね。はい、4番人気ぐらいでね逃げ切って、はい、その桜栄光とか、これあとはね、ディアジーナ、6月2日生まれ、クイーンカップフローラステークスを勝ったディアジーナ、ステイゴールドサングのね、今日走ったよね、ジーナスイートのお母さん。勝ってたらいいな。ずっと2着続けたら勝ってほしいですけどね。どうだったですかね、ジーナスイート。はい、そのジーナスイートのお母さんとか。あと6月4日生まれ、ノーリーズン、おー、サツキ勝負ですよ。はい、そして6月5日生まれ、川上プリンセス、おー、オークス秋華賞。いかんだ。はい、あと同じ6月5日生まれ、ダンスインザダーク、おお、菊花賞ね、武豊があのこうケツから行ってね、33秒台の末脚で ね、 すごいね、差し切ったという菊花賞で、うん、ダンス来た、ダンス来たって言われてましたね、杉本さんに。でその前の週にね、サイレンス鈴鹿がね、ああいうことになったその次の週だったの。そうだったんだ。菊花賞がまだ天皇賞の次の週だった頃の、うん、そういう、はい、あとは、成田大臣、皐月賞を勝って、成田大臣といえば同期がね有名じゃないですか、三強。成田大臣がさ、武豊で皐月賞を勝って、うん、でこうダービーをね、もうあの、うん、悲願のダービー制、そう、悲願柴田正人悲願のダービー制覇といえばウィニングチケットだろう。分かんねえ。はい、そして菊花賞がね、また菊花賞、何回もこう名前が出てきたあの馬ですよ。はい、ビワハイヤヒデだろか。はい、あと6月12日生まれ、うちのお母さんと同じなんですけど、誕生日が、おね、大優作ね、大優作ね、俺聞いたことあるよ、はい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 、大優作、え、大穴開けた馬じゃない、そう、あれ開けたんで、メジャーバックインを差し切った、あ、大優作、本当はこれ大工作って名前にしたかったんですよね。あ、そうなんだ。そう、手書きだから、あの優が、子が優になっちゃったっていうさ、そういうこと、うん、向こうが間違えて優で登録しちゃった、そう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 、たまにいるんですよ、こういうパターン。結構いるじゃん、6月生まれの活躍してる馬っていうか、全部強いんですけど、意外にも6月生まれのに早い、クラシックでも早い時期にこう活躍してるっていう馬も、そうそう、そうだね、うん、もちろん他の月に比べる、生まれてる数もそうですけど、やっぱ少ないとは思うんですけど、まあまあ、チャンスはあるけど、はい、あれ言わせてもらえない、はい、だオルフェーブルね、父のオルフェーブル自体はあれ5月生まれですね、5月13とか4とかだったと思う、遅生まれでも大丈夫だよ、頑張ってくれるよ、きっと。チャンスあります、はい。ということでですね、そのウィンの申し込み状況っていうのが発表されていて、はい、1頭だけね、抽選、もう抽選決まってる馬がいるんですよ。名前はコスモチェーロの19。そうですね。はい、そうですね、コスモチェーロの19のみ抽選になってるというね、僕が申し込んだ馬ですね。ああ、人気が詰まっちゃってる。ということで、うん、どうですかね、出資ができるといいですけどっていう、そういう感じ。
コスモネモシンに申し込みますとか、バラベル左右とか名前挙げてくれてた方いらっしゃいましたね、うん、はい、出資できるといいですけど、これ何で、はい、でウィンといえばですね、コスモス賞、この間、はいはい、ウィン・アグライアという馬があったんですよ、はい、うん、父、祭田ゴッホですよ、藤沢厩舎のモーリス・スンク・カランドゥーラをこう振り切って、ね、勝ったんですけど、ね、藤沢厩舎の2歳オープン、未勝利で2歳オープンに挑戦するといえばこうウィン・ラディウスをね、思い出されるじゃないですか、思い出されない記憶がそもそもそんなない2000年ですよ、2000年のね、クローバー賞を勝って、あの新馬戦2着でそのまま未勝利のまま、クローバー賞について勝ったんだけど、その時のね、新馬の相手がテイエモーシャンだったという、うん、3冠だっけ、2冠3冠テイエモーシャン、テイエモーシャン2冠、2冠ですね、はい、あちらここにこれ、まずい注射まずい札幌3歳はジャングルポケットとか、そう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 、ね、そうだよ、あの辺と同期でさ、すげえなんか、なるほど、うん、すごい馬なのね、そうで、その未勝利馬によるそれ以来の、まあ、藤沢球場のね、オープン勝ちを、そういう野望を打ち砕いたのがこう、またそれがウィンの馬だったっていうのは ね、これは因縁ですよね、はい、毎回阻まれちゃうんですね、そう、まあ、ただ当時のウィンと今のウィンは経営者が違うんですよ、あ、そうなんだ、うん、はい、2011年にコスモビューファームに経営譲渡されて、はい、でなんかマイデルグループみたいなのになったんだけど、その前のウィンはちょっと違ったんだよ、なんか両決馬がいてさ、あのなんか全能の、全能なんとかの全能馬主さんが、経営したんだね、昔のウィンは、ああそうなんだ、全能、うん、ロブロイ、それそれそれ、そうそうそう、その負けたカランドゥラっていうのは母ラストグルーヴ、はい、いやなんか高いやつだよねここにね台本出てて見えるんですよ、なのにこうなんか出てないで、台本は先に読んでもらってるんだけど予習をしてないっていうね、これが金出しクオリティですよね、皆さん安心するでしょ、まあ流し読んでそうで、今年もあのトーサラでこう大人気だった、ラストグループ19で、僕がね17かな、ラストグループ17の、抽選で外れてっていう話もあったと思うんですけど、はい、それがねクラブじゃなくてそのなんだ、クロスさん、クロスさん、うん、社長名義で所有されてる馬っていうことです、ウィンの社長、トーサラの馬、トーサラのねで、ちなみにそのウィン・アグライアが新馬で競り落とした馬はもうモーリス、父モーリス、母ブエナビスタの超良血ブエナ・ベントゥーラ、だから大物食いアンドモーリスキラーですよね、もうこの馬は、ね、でそのカランドゥーラに新馬戦で勝ったブルーシンフォニーっていうのはね、父スクリーンヒーローなんですよ、スクヒスクヒね、といえば何モーリスの親父だろう、もう、まあ、親子対決で、モーリスが敗れるというそういう話でした。でスクリーンヒーローってあの2歳戦でいきなり走るんで新馬で美味しいって言われてるんですよね、新馬戦でスクリーンヒーローさんが勝っていいよみたいな、早くから活躍する馬がなんか鉄砲掛けするというか新馬戦に強いんですよ、結構、うん、そういうデータがあって、なるほど、はい、あとね祭りだごっこね、はい、父祭りだごっこ、祭りだごっこといえば、はい、札幌2歳ステークスを買ったリンゴ飴ですね、函館だよもう函館2歳ステークスを買ったリンゴ飴が父祭りだごっこで、ビッグレッドファームのね、まあ要はそのマイネルグループの馬なわけじゃないですか、はい、でそのリンゴ飴の話が今月 あのサラブレに乗ってたんですけど、はい、でリンゴアーミのおばあちゃんがメインディッシュっていう馬で、はい、で母がマイネ・デセール、はい、フランス語でデザートの意味ですけど、これは父がで父が祭りだゴッホで母がデザートなんで、まあお祭りのデザートといえばリンゴアーミみたいな、そういう名前になったという ね、こう名前もいろいろつながってますね、そうちょっと考えられたらいい名前だよね、でさらにこうリンゴ飴のね三大母、まあひいおばあちゃん、はい、名和金子、あの名和金子ですよね、あきらさんが今説明してくれますよ、名和金子の、そうですね、あの名和牧場っていう名門牧場の生産、もういいということでね、あのそうなんです、これもサラブレに載ったんですけど、はい、今月のサラブレ面白かったんで、あの読んでない人はぜひみたいな、はい、名和牧場っていう名門牧場知ってます、知らない、ハイセイコーがね、シュゴバー経営をされていたことで有名な。で、今はそのビッグレッドファームに敷地のほとんどが売却されてるらしくて。だからこう、明和牧場ゆかりのこのリンゴアメのペットって、その明和牧場ゆかりの違う、明和キミコって、スプリンターズステークス買ってる馬だった気がします。だからそれが、そのゆかりの血統がビッグレッドファーム名義で走ってるんだなっていう、このね。そうか、場所とのつながりね。ありま
ですね、このなんか、すごいなっていう話ですよ。でちなみにさ、その排水口ですよ、排水口のチャイナロック、知ってるチャイナロック、イギリスから輸入された種牡馬なんですけど、はい、伝説の製鋼と呼ばれていた種牡馬でね、アキラさんと一緒じゃないですか、そうですよ、アキラさんと同じく、なんかね、種付け頭数1334頭という記録。これチャイナロックが種牡馬だった1960から70年代においても驚異的な数字らしくて、今ってなんか獣医学とかそういうの発達してるから、はい、まあ、ディープインパクトみたいに200頭を超える種付けをこなせるみたいなのあるけど、当時ってもう数十頭とかすっげえ多くて100頭みたいな、そんなレベルだった、はい、その当時で1334頭すごい、うん、伝説の製法ですね、伝説の製法、これウィキペディアにもありますよ、この伝説の製法の話は。チャイナロックの話をさ、昔あの宝島社のあの本知らない、競馬なんとか読本みたいなシリーズがさ、ずっとあったんですよ。なんか俺中学生か高校生の頃はずっと読んでてね、そういうそのなんとか読本シリーズみたいなありましたよね。いろいろこれ繋がって、やっぱね、血統ってやっぱ最高ですねっていうね。でこの T シャツに繋がるわけですね。そうですよ、この T シャツね、その血統の話になって、おじさん血統、昔おじさんおじさんっていうのがいたね、おじさんおじさん、おじさん、おじさんで、おじさん、おじさん、孫もおじさん、孫もおじさん、おじさん、母もおじさん、おじさんで、またこれ次のトピックですけど、はい、まあ、コメントもらってましたよね、あの僕が入会しているクラブ、はい、どんくらい9グラムって何入ってんのみたいな話、うんうんうん、あったじゃないですか、はい、僕もよく分かんなかったんで調べてました、それで、はい、見てますかね、社大サンデー、社大サンデー2つで3300円、社大グループオーナーズで1650円、キャロットクラブ3300円が、2つですね、サブアカウントがありますので、サブアカウントはい、でシルクフォースクラブが3300円、東京サラブレットクラブ東サラですね、レッド、3080円、ロードサラブレットオーナーズ2750円、ラフィアンターフマンクラブ3000円、ウィンレーシングクラブと合わせて3000円、はい、はい、ノルバンディーオーナーズクラブ1100円、DMM バヌシー825円、合計会費がなんと25,600円、何もしなくても25,600円が毎月出ていくというこの恐ろしいことになって、怖っ、さらにですね、これ調べてて DMM のことを思い出しました。あったね。あったよ。あったね。あ、俺 DMM の話してる。あったなと思って。ログインしてみたら、あの口座見たら1500円ぐらいしか入ってなくて、うん、はい、あと1ヶ月しか持ちません。ボリーダっていうね、オルフェーブル3区に DMM で出資してるんですけど、忘れてたんだよね。うん、去年さ、話したじゃん。このオルフェー3区しようかなみたいな。忘れてる。だよね、そのボリーダ2歳牝馬、うん、さっきレポート見たらさ、5月に軽く骨折してました。あら、1500円増えないじゃないですか。もうやばい、入金しないといけないです。軽い骨折なんで、なんか年末ぐらいのデビューを目指してみたいな感じになってるみたいですけどね。で DMM バルーシーがさ、その最近引退が、ね、発表されたあの北のコマンドールっていう馬が、はい、ダービー出ますね、ダービー5着だったね、ミルクが入って、はい、はい、でそれを含め初期のさ募集された、はい、あの1万口買い切り時代、今違うってこと、今2000口のクラブになってるんですよ、はい、そうなんだね、うん、だからそうですね、月入ってそうそうそう、はい、出資していないと何もお金かからないんだけど、うん、一口出資すると825円会費がかかって、うん、で、まあ、最大でも3000円までっていう感じ、4口で3000円、うん、でそれ以上全部3000円、いろいろ工夫してるんですね、そう、うん、うん、だこの時代にね、4頭出資してやりましたね、はい、まあ、全部ダメでしたけどね、うん、でその時の1頭アイワナ CU という馬がね、はい、ワナダンスの19という、はい、この1歳馬がキャロットの募集馬リストにいるんですよ、はい、うん、で調べてみたら兄弟1頭も勝ち上がってない、ああ、JRA では未勝利ですね、全部、うん、これ不安ですよね、キャロットで言いました、でもワナダンスの19もう DMM も買ってねえのかみたいな、そういう感じに、どうですかこれを見て、これを見てこれを見てですか、はい、これどうですか、クレイジーな、これはクレイジーな合計回避を見て、なんかたまにシルク、僕はシルクしか入ってないんですけど、分割で買った時にこのぐらいの回避取らないですって言いますけど、おーおーおーおお、このタバコ代より安いですね、まあまあまあ、でもあの賞金もね、入ってきて入ってきたりもするし、出ていったりもするし、うんうんうん、まあこれにあのランニングコストも乗るしみたいな、そう、はい、もう見ないですよ僕、いちいち見たら負けだよ、いちいち行動も見ないですからね、っていう感じでやっております、はい、これが参考になるかならないか分かりませんけどね、はい、これちょっとあれでしょ、なんかこういう情報発信する権利あるでしょ、いや、あると思うよ、もうやりきってる感あるもんね、そう、
これがいつまで続くかちょっと分かんないですけど、まあ引き続きこんな感じでちょっと頑張っていこうというふうに思っております。ということでここからは、近藤明トピック。もう今日土曜日なんですけど、うん、先週、うん、日曜日の小倉記念、大荒れだった小倉記念だったんですけど、これを勝ったのが長岡義人騎手、デビュー9年目、うん、で格上挑戦した R スター、これがもう人馬ともに重賞初制覇ってことで、うん、こういう騎手とか、うん、格上挑戦した馬が勝つっていうのは、うん、なんか個人的には好きですね。明さんこういう話好きだね。嬉しいです長岡くんとか、うん、そういうもうなんか地味な存在の騎手がこう調教からこう携わって重賞勝つっていう、うん、そういうのはなんか嬉しいですね。ペースが結構早かったですよね。早かったですね、うん、結局ガシロからね、はい、最後に内をズバッとついてきて、もうお見事って感じですよね。そう、はい、でも長岡騎手もともと関東所属だったんですけど、去年から立東所属になったりとかして、うん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 、まあなんかねこうやってちょっとまあ勝てない時期とか大怪我したんですよね、長岡騎手。腎臓破裂だったか、落馬で確かに、はい、落馬で、まあ、3勝4勝とかっていうシーズンが結構多かったので、今年も3勝目だったんですよね、はいはいはい、小倉記念が。でもまあね、重賞初や長く続けてればいいことあるんで、こういうジョッキーには頑張ってほしいです。頑張れ長岡騎手今日は1個にしておきますか。そうですね、明日に取っておきますか。はい、じゃあ、今日の話がね、はい、ちょっとでも面白かったらぜひいいねと、はい、チャンネル登録もねしてポチをしていただけると、はい、嬉しいのでよろしくお願いします。節約大全公式チャンネルではお金にまつわるいろいろな話、広い意味で節約と取れる話題であればどんなテーマでも取り扱っていますので、ぜひ再生リストもご覧になってみてください。それでは今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。うまくなってるかな。そう、あと金谷さん成功するときぜひ